ワトツでーす。お疲れっす。家帰ってきました。エヴァンゲリオン1000円ですげえ良かったな。買って良かったわ、あれは。当たり。めちゃめちゃ当たりだと思う。OK。ありがとう。アリサいらっしゃい。マコツ。まったりやりましょう。ノリコいらっしゃい。うわ。ワード2にはいらっしゃい。手洗ってきてもいいっすか。手洗ってきても手洗おう。うん、手がベタベタするわ。洗ってきます。ただいま。あとつランランいらっしゃい。さっき花火ありがとうね。ギターの弦変えようかな。てかシールドだけちょっと試してみていい？ギターの音が出るか。これでシールド2500円ぐらいしたんだけど。てか楽器高いよ。シールドって言って配線だけで1万円超えんだもん。一番安いやつで2500円だったよ。前回500円のやつ買ったからすぐ壊れちゃったんだと思うけど。さすがにないわ。ちょっとこれで治んなかったらもうギターの問題だね。ギターかミキサーの問題。これが2800円だ。2800円で買ったシールド。2800円。ちょっとこれ試してみましょう。これで音が出たらもう配線の断線だって一発でわかるから。配線の問題だって。いや、あのね、弦も買ったんだけど、弦もね、値段変わってた。昔ね、2500円ぐらいだったのが、今全然だよ。もっと高くなってる。昔550円ぐらいだったのが、今ね、いくらだったっけ ?700 円ぐらいで売ってたね。いや、楽器は高いよ。本当にバンドマンは、生主より金かかるよ。よいしょ。じゃあ行ってみましょう。お、来た。音良くなってない？音良くなってるね。
音良くなってるよ。シールの問題でした。聞こえるでしょ。でもなんかおかしいな。ちょっと音がおかしい。ぐらついてる？なんか下の音が。チューニングが狂ってんのかな？もしかしたらチューニングがおかしいのかもしれないから、チューニング直してみようね。チューニング。チューニング。これか。チューニング直します。ファイル？何ファイルって。シールド変わるだけでこんなに音変わるんだな。音全然違う。楽器ってほんと機材大事だね。全然違うわ音が。なんだろうこの下の音が回るようになったの、なんだろうピックアップおかしくなったのかな。一弦の音がおかしい。こんなにローが出てたかな。なんかちょっと変わったな。何かがちょっと変わったな。なんだろう。設定か。なんかバグったか。なんか違くない？音。
モコモコしてない？ボーって音がするっていうか、ここの音なんだよね。わかんないかな。なんか多分ね、ピックアップがおかしくなったかもしれない。シールドがあれになった時に、うん、楽譜入れるファイルとかでも2000円とかする。ああ、そうなんだ。へえ。あ、そういうことか。ファイルって何？フォイルって書いてあったのね。弦じゃなくて、なんかね、設定っぽいんだよね。なんかね、さっきもちょっとおかしいなと思って、下の音が出すぎてんだよね。多分ね、ギターがおかしくなってる。いや、ゴズって全然いいけど、うん、まあでもシールドが直ったっていうので俺は結構満足かな。はい、よかったです、ありがとうございます。これで歌い手としてこれからも頑張れる。ふわっち数少ない歌い手としてね、頑張ります。和ドインとしてね、頑張ります。和ダイン、ありがとう、ランラン。頑張れよ。かなり捨て頃ね。ちょっとね、俺は前回のスパーリングでかなりね、かなりやばいなと思ってて、どうなるんだろうな、ちょっと不安だよ俺は、正直ちょっと不安。こんばんは、えみちゃん。どうなるのか全く予想つかない。緊張するよね。どうなるんだろうな。おい、ワドツ。
騎馬だから近いから見に行きたいだろうけど、野郎ばかりな気がする。全然違うよ、ランランちゃん。野郎ばかりじゃないよ。女の人めっちゃ多いよ。うん。女の人、配信、意外と女の人格闘技好きなんだよ。多分ね、半々まではいかないだろうけど、3割4割女の人だよ。そうだよ。うん。だって、あれだもん。自分のリスナーの統計とってもやっぱ3割4割女性だもん。うん、ワトココロちゃんもノンちゃんも来るって言ってるし、うん、オフ会やるから、捨て頃の日オフ会だけでも参加すれば、終わる頃に来て、うん、打ち上げだけでも参加するみたいな、うん、多分集まって飲むし、大手がいっぱいいるからリア突もね、記念になるだろうし、すごい盛り上がると思うよ。うん、やろうばっかりじゃないと思う。え、打ち上げやるよ、当たり前じゃん。だってさ、地方から来るリスナーさんとか北海道から来る人とかもいるんだよ。で、打ち上げやるっしょ。2回目の初見さんいらっしゃい。来るでしょ。それはさ、ファンサービスでしょ、やっぱり打ち上げやんのは。さすがにその日解散はねえだろ、あんだけ配信者集まって。別に構わないよ、うん、全然。俺はなんか基本的にさ、誰々がいるから行かないとかってすごい子供っぽいから嫌なのよ。誰々リスナーとか、配信者の誰々嫌いだから嫌だとかってさ、すごい嫌だから、別に会ったら仲良くなんだから会えばいいじゃんっていう。仲悪いなら仲悪いでいいじゃんっていう。来たい時には来てほしいんだよね。なんか そこに間に挟まれるのがすごいストレスだから。試合は、6月の10日、試合自体はね、今6月10日の話をしてるんだけど、これね、うん、これね、新キュバファーストリング、うん、試合は1回しかないよ。俺はあの、なんつうんだろう、あれだから、ロアコさんも会えるしさ。そうそう、会った方がいいんだよ。金梅さん出るよ。金梅さん思いっきり選手だよ、うん、金梅さんいるじゃん、ここに。右から、上段の右から2番目に、金梅って書いてあるじゃん。出る出る、全然。ほら、金梅って書いてあるじゃん。出るよ。逆になぜ出ないと思ったのかっていう。出るでしょ。うん、いるいる。金梅さんむしろ、あの、結構看板だわ。今回のイベント。終わるの何時だっけな、ちょっと待って。タイムスケジュール見てみる。タイムスケジュール。ちょっと待ってね。どこだっけな。これか。終了が、11時だね、終わるのが。うん。11時に完全撤収。終わるのは夜の11時。まあ、朝までコースだな、これ。
まあ終電ない朝までコースだね、完全に。うん。改めて紹介しようか、選手を。もし興味があれば。結構まあ盛り上がると思うよ。うん。大手いっぱい来るから。ね、ポスターに載ってない人では、ティロフィナーレ香川さんも決まったから。選手ではないけど。まあちょっと言えないね、大物芸能人とかも来るからね。ちょっと俺の口からは言えないけど。ネカフェはあるかな？いや、まあ東京だから、新木場だから、どっかしらに移動すればあるでしょ。うん、多分、その木場で飲む場所なんかないから、新宿とか上野とか行くはずなんだよ。うん。で、まあ、新宿だったらね、ネカフェだの、なんだの、いっぱいあるから。女性専用サウナとか。まあ、どうせ朝まで飲んでると思うよ。行くかもしれない。OK。任せる。痩せた、うん、やっぱね、減量は成功してると思うよ。体重も6キロぐらい、82キロまで上げて、今76キロだから6キロ体重は落ちてるね。まあ、顔周りとかスッキリしたりとかしてるんじゃないかなっていう。筋肉の量を上げたからさ、重たくなっちゃってんだよね。なんかスッキリしたね。2週間で6キロぐらい落としたから。ナッツにはだいぶお世話になったよ。甘みを感じられる食べ物はカシューナッツだけだったから、ね、こいつにはお世話になったよ。だね、まだね、内臓脂肪がすごい多いんだよ、気になるのが。食い物なのかなとか思ったり、うん、脂肪肝になってんじゃないかなみたいな。内臓脂肪が人より多いんだって。腹筋もいい感じになってきた。まあ割れるまではまだいかないけど。体脂肪が 22% で内臓脂肪がすごい多い。いや、これがね、スタミナがね、全然切れちゃった。スタミナ上げるためにダイエットしたのに、糖分が足りなすぎて、頭がぼーっとしちゃって、スタミナも切れて、最悪な状態今。ガブガブ飲んでいいんじゃない？プロのファイターじゃないから。プロのファイターだったらさ、食
それで飯食ってるわけだから、今回は配信者がぶん殴るから面白いんだよ。ラムネ効くね。ブドウ糖すげえ効く。だからね、勘違いしてる人多いんだよね。俺らもなんか世界チャンピオンにしようとしてる人いるから、俺らは別に世界チャンプ目指してないからっていう。配信者の中で敵を倒せばいいだけよ。相手を。でしょ？相手をいかに倒すかだから。もうプロではない、プロ配信者ではあるけど、プロ格闘家ではないよ。そこ誤解しないでねっていう。やたら誤解されるんだけど、いやみんな頑張ってるよ、なんだかんだだし、頑張ってるから結果を残せるわけじゃないんだよ。あ、ありがとう、ウッド。ありがとう。あのさ、なんか俺、これ、すべてにおいて全般に言えることなんだけど、努力を美しいと思ってないの。あ、ヒカルくん今つけた。うん。うん。何やってんのかなと思って。飯食ってるわ。あの、結果を残すことの大事さってもっと教えないといけないと思って、あの、会社でも何でもスポーツの世界でも何でもいいんだけど、別に努力なんていらないんですよ。天才には。で、世の中が求めてる人っていうのは結果を残す人なのね。で、もし仮に自分に才能とかが足りない。もし仮に自分に才能がない。努力をしなければいけないんだったら、努力をするのは俺は当たり前だと思ってんのよ。その当たり前のことに感動したらダメだと思ってんの。だって結果残すのがプロだから。でしょ？別に趣味だったら、なんつうんだろうな。だから、頑張ってることをあんまり美徳化したくないっていうか、結果を残すことが大事だと思ってる。そのために努力は当たり前だと思ってる。まあ、詰まるところ、勝つか負けるかのみで。もうそれ以外ない。うん。敗者は見たくないんだよ。世の中の人、すべての人は。負ける人間には興味ない。みんなが待ってるのは勝ってくれる人なんだ。で、ルールを守った上で、勝つためだったら何でもやればいいと思う。だから、俺は努力なんかしてないよ。勝ちたいっていう自分の目的のためにやってるだけだよ。本音ね。だって自分で選んでやったんだもん。自分で出たいと思って、自分で文句言ってたらさ、おかしいじゃん。自分で勝手に出るって決めたんだもん。そこには理由があるよ。リスナーさんに喜んでもらいたいとか、もっと新しい人と出会いたいとか、有名になりたいとか、そういう、横島な思いがある。欲望まみれの、横島な思いだけど、それでいいんじゃないかなっていう。うん。俺は配信で億万長者になりたいし、そのためだったらね、どんどんチャンスをもらいたいと思ってるから、俺は今回チャンスだと思ってるから、今回のことが。やりたいことと明確に繋がってるんだよ。うん、
光くん今飲んでるけど、さっきまでメンションめちゃめちゃ頑張った。それでいいと思う。うん。怪我もしてんのよ。今まで2箇所骨折。本当に。冗談抜きで2箇所骨折。ベルフェイスも自閉症だね。俺と同じ。うん。ワドツ。初見さんいらっしゃい。ワドちゃんズってこと？ココロちゃんのリスナーさんかな？今回のイベントは格闘技時代に保険が入れる。スポーツ保険っていうのに。でも、それは実費なのね。自腹なの。ドレさんとか入ってるけど、まあほとんどの人入らねえだろうな。別に酒飲んだっていいんだよ。ストレス溜めて配信やってる方がさ、リスナーさんに失礼じゃん。うん。足の小指とすね、右のすね、もう両方ともだいぶいい感じだけど大変ですよ。骨折って言っても足の骨は完璧折れたんだけど、あのすねはね剥がれる、骨が剥がれる。薄い膜はなんとか骨折って教えてくれた。それより重いのが亀裂骨折ってひびが入るのと、粉砕骨折っていうのとか、あのバッキリ折れちゃうの。そういうのとは違くて、骨の周りの皮がベロって少し剥がれるんだって。そう、剥離骨折ってやつ。それになったらしい。だから、バンって蹴ると、うーっていう。蹴るたんびに右足が、うーって激痛が走るっていう。うん。まあ、契約書とかの細かい話は、配信、その企画が終わったら全部話すけど、簡単に言うと、死んでも構いませんって書いてある、うん、死んでも怪我しても何が起こっても、ね、構いません。要は、うん、スポーツだからあれだけど、血統状みたいな感じだよ。血統罪だから血統状ではないか。要は極端な話、死亡に至っても責任を問いませんっていう。要は、俺から、便所太郎さんに何か言うことはあります。でも、死んだら言えないもんな。なあ。死んでも構いませんって、死んでも文句言いませんって、死んだら文句言えねえじゃん。うん。まあまあ、グローブつけた、だから、決闘ですよ。その通り。決闘ではないんだけど、決闘罪。ね、引っかかるから。だけど、スポーツっていう場を借りるけど、まあ単純に言ったらグローブつけて怪我しないように殺し合いするんだよ。くるくるなります皆さん。多分俺の問題じゃないよ。ランラン。もう一回入り直した方がいい。フレーム落ちって言って俺の方にはエラーが出てないから。ランランもう一回入り直して。一回ブラウザバックするかアプリを落とすか。なってない。フワッチの問題、それはサーバーの問題。花火ありがとう。バタフライテールいつもありがとう。サンキュー。スマホだからかな、うん、サーバーがちょっと弱いから入り直すといい。一回ログアウトして、ログアウトとかアプリ落として入り直す。あんまりひどかったら教えて、もう一回。で、本人の問題のこともあるから、そういう場合はね、画質設定を低画質とかに変えるの。そうするとね、電波の問題だったりするから、キャリアの問題だったりするから、低画質モードとかにすればいい。
そうだね、うん、俺もあんまりひどい時は音声のみで、旅先とか音声のみでよくドレさんの放送を聞きながら満喫で寝てたの。日曜日にやるっていう風に声はかかってるけど、誰が集まるのかとかはもう俺は誘わないようにした。なんか人数わちゃわちゃ集まるのは嫌だったらしくてクレーム入ったんで、俺はなんかいろんな人が参加した方が閲覧が上がると思ってるし、なんか相乗効果が生まれると思ってるタイプだから、いろんな人呼んだ方がいいっていうタイプなんだけど、なんかその選手以外の人が入ると邪魔くさくて本気度が薄れるっていう話が出たらしくて、なんかこれはもう今回誰も誘わないようにしてる。誘いたいんだけど、うん、でもそうしたら閲覧下がるだけだからもったいないと思うんだけどな。PC に切り替えた、おかえり。選手だけでやるんだよ。いや、ゲロ吐いた選手、辰彦さんゲロ吐いてたよ。辰彦さんは吐いてた。俺は吐かなかったけど、動けなかった3ラウンド目。最近全然いいよ。トツかける。電話の方がいいかも。コメントがね、コメントだと悩み相談ってコメント向いてないんあんまり。それよりもね、パッて吐くのつらい、あ、吐く話か、うん、昔はいろんな料理作れた、はいはいはい、今、うん、料理、うん、多分そのモチベーションが湧かなくなってるだけだと思うんだよ、俺の予想なんだけど。料理って別に材料を買って作ろうと思ったら作れるわけじゃん。本でもネットでも今の時代何でも情報があるわけだから。あ、俺はね、レシピ俺も忘れる。だから、それこそね、ツイッターとか、クラウドでタダであるから、例えば俺がおすすめなのは、Google でやってるスプレッドシートっていうのがあるの。Google のワードとExcelってあるでしょ。
あれ今 Google が無料で提供してるから、レシピ、まあ公開してブログに残してもいいし、Twitter に残すでもいいけど、料理アカウントとかを作ったりとか、料理のレシピを作っておくんだよ。俺はね、それ結構ありだと思って、クラウド。いや、忘れるよ。うん。レシピはね、俺はクラウド化するのが一番いいと思ってる。そしたらどこでも読めるから。で、もしそれをなんか生かそうって公開しようって思うのはいいと思うけどね。覚えてないっていうか調べればいいんだよ。だからモチベーションの問題だと思うよ。そう、作らないと忘れるから。それは人間普通だよ。みんなそうだよ。俺もだってゆで卵の時間忘れるもん。米の。一番うまい米とか。うん。それはしょうがないよ。別に悩むことじゃないよ。だから一番いいのはクラウド化だよ。俺だからツイッターメモ帳にしたりするよ。うん。止まる？何が止まる？主語、述語ちゃんと書こう、みんな。対60人と喋ってるから、止まるって言われても分かんなくなっちゃうから。あ、やべえ、眠気きた。出た。糖分取ったばっかりなのに。カクつく？PTPT。俺の問題じゃない。ドロップアウトしたフレームが 0% だから、サーバーの問題だな。こっちの問題じゃない。うん。サーバーの問題。そういう場合はやっぱもう自分でメモ取るかクラウドか、まあ、とにかく記録を残すことだよ。もうただそれ以外ない。記録を残す。俺のおすすめは Google スプレッドシート。公開しないのであれば。いや、アメブロでも何でもいいんだよ。料理ブログ書けばいいんだよ。もしかしたらこれすごい美味しかったですって自分の料理にファンができるかもしれない。激な眠気なんだろうこれ。俺もパンツドラッカーになってんのかな。すごい眠くなんだよね。シロさんいらっしゃい。いや、ね、なんだろう、意識が途切れる感覚なんだよ。眠くなるっていうよりも、なんか、ぐーって急に来るんだよね。眠いとはまた違うんだよね。意識がファーって落ちそうになる。思考が急に回らなくなる。
何なんだろう。今だからラムネ、ブドウ糖舐めてる、うん。血糖値低いってね、よく言われて。な、変な減量始めてからこうなってんだよ。今、ブドウ糖取ってます。まいってるな。歩いたから疲れたのかな。ね、無理な減量良くないね。何事も無理は良くない。ゆっくりゆっくり変えていかないとね。2週間で6キロ落とすなんておかしいもんね。よくよく考えたら。そう考えるとボクサーってすごいよな。十何キロ落とすんだよ、1ヶ月で。それで戦うんだもん。すごいよ。常人じゃないよ。なんか変な甘さだよね。60円ぐらいなんだね。俺これ一つ100円だと思ってたけど、ぶどうと。うん、ラムネ味。まあラムネだからラムネ味です。実はね、すごい取ってる。1食 300g ぐらい食ってるから。階段の段差とかも分かんなくなる、うん、イライラするね。だいぶコーラ味もあったんだ。コーラ味美味しそうだね。ありがとう。かけながらじゃなくて応援して、うん、表だって、うん、陰で応援しないで、バン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 応援して、うん、そうそう、普通に応援しちゃっていいから。影に隠れても面白くない。
応援伝わってるよ。あ、ニコ生から見てんだ。なんだ、知らなかった。あ、そうだったんだ。へぇ。あ、そうだったんだ。最近のリスナーさんかと思ってた。よし。あと7分で、あと7分で終わりにするか。あと6分。今日はおしまい。コメント書いた方がでも面白いでしょ、ランナー。やっぱね、生放送の一番の面白いところってのは、絡めるっていうところなんだよ。人との対話が面白かったりするから。ガンガン絡んだ方がいいよ、気に入ってる人は。まあ、全然ロブってもいいんだけど、何かをやりながら見るっていうのも、ね、ラジオ代わりに見るっていうのもさ、いいかもしれないんだけど。俺もね、ラジオで聞くことよくあるから。やっぱね、絡んだ方が面白いよ。あ、書けない事情があるのね。いやいやいや、こちらこそ長時間見てくれてありがとう。嬉しいよ。今平気？自由を手に入れた。なんだろう。なんだろうね。男と別れたとか。まあでもいろんな人がいろんなね、見方をしてるから面白いよ。からやったっけな、思い出せん。明日、うん、いやまあまあ LINE 全然いいんだけど、みんなそれを言うのよ。子供じゃないんだから全然いいけど、っていうかさ、お店に電話するとかさあるじゃん。もういい歳なんだからしっかりしなさいよ。みんな子供じゃないんだから。店の住所も渡してる。店のホームページも渡してる。うん、ね、20人に場所わかりませんって言われたら俺困るよ。うん、来なさい、ちゃんと。全然いいけど。大丈夫じゃん。ゴジラの縦花ビルって有名なビルなんだけどね。ゴジラの裏だよ。追い詰めないで。なあ、全然全然。マイペースにやるよ。全然マイペースにやる。しないよ。ゴジラの裏正面から入ってくじゃん、歌舞伎町で。ゴジラにぶつかるじゃん。そしたら右の裏に行くと、角、右角にある
すごいキラキラしたホストのビルがあるんだけど、それが縦花ビルって有名なビルの。ニコバーたちが、だから、話聞いて。歌舞伎町まっすぐ行って、ゴジラのホテルにぶつかる。右手に行って、裏に行くのよ。そうすると、右に見える奥、一番角、T 字路の右角にあるビルが縦花ビルだから。いや、でも、ね、青山を勝ちたいんだから。青山だって勝ちたい。いや、もう終わり。うん。みんなおやすみ。お疲れ様です。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。